通り、皆さんにちょっと卵をお配りしております今ね。はい、もちろんね、こうちょっとおもちゃの卵ではありますけども、はい、こちらの卵を爆弾として扱っていただきます、うん、はい、みんなねランダムに今ね、弾回っております。はい、はい、この弾をですね、今ちょうど今みんな丸くなってもらってるんで、見せて、持ってる人、はい、それね、はい、OK、これをですね、音楽とともに順番に回してもらいます。どっち回しですか？どっちにしましょうか？右側に回していきましょうか、ね、右側の人に渡していってください。音楽が鳴ってる間ね、はいはい、はい、どんどん回していっていただいて、音楽が止まった時点で持ってた人は、その輪から抜けなければいけないという。あ、ボンバーってことですね。そういうことなんです。ボンバーエッグですから、そういうことになってしまいます。で、どういうことですか？玉、はい、にですね、今回この玉に数字が書いてありますので、あの、抜けても別に負けとかそういうことではございませんので、あの、球を最後持ってた人は何番の球を持ってて抜けてしまったかというのを覚えておいてもらって、はい、先ほど最初ね、開会式でやったあちら側に、はい、その数字を持った、係の方がいますので、自分が最後に持ってた番号を覚えて、その番号のところに、行ってください。はい、大事なのは番号を覚えて向こうに行くということですね。そうですね、はい、そういうことになります。はい、なので、すぐ隣にね、どんどん卵を回していきますので、周りにね、回せるぐらいの距離感で行きましょうかね。あんま離れてるところがあると、そこ若干離れてますので、ちょっと詰めましょうか。はい、そうですね、はい、まあ、今ね、あんまり行かないで、多分みんな届けば大丈夫ね。届けば大丈夫みんな、ね、ちょっと芸人さんをちょっと、はい、微調整していただいて、隣の人がね、すぐ隣で渡せれば大丈夫ですからね。はい、じゃあやってみましょうかね。やってみたらきっとわかると思いますんでね。はい、はい、じゃあ卵を持ってる人は、隣の人にどんどん回していくということですからね。準備はよろしいですか？はい、行きますよ。それではミュージックスタート。はい、回して、さあ卵をどんどん回していきましょう。いいんだよ、音楽が止まるまで回していってください。はい、焦らなくていいよ、あれ。焦らなくていいんだよ。さあ、ストップ。さあ、今持ってた方、持ってた方、まずその番号を覚えてください。番号書いてあるから覚えて、で、渡してくださいと、はい、お友達に。はい、そしてお隣の人にその番号を覚えたら渡して、番号のところに移動してください。卵は持たないでね。卵は隣の人に渡してくださいね。はいはいはい。さあ、こういった形でね、自分で番号のところに行くというね、はい、になってます。いいですか？はい、さあ、どんどん行きましょうか。行きましょう、はい、さあ、それではミュージックスタート。さあ、どんどんまた回しましょう。回していきましょう。さあ、回していこう、回していこう。さあ、まだ回して、まだ回して、はい、番号確認して、番号確認して輪から外れて、隣のグランドの番号のあるところに行ってくださいね。ちょっとね、輪がね、あの、小さくなりますので、ちょっとだけ前に、ちょっとだけ前に行きましょうか。はいはいはい、 OK ですよ。やってもらってもいいですか？生歌ですか？ライオンの生歌の。ああ、はあ、わかりました。やりましょう。じゃあ、ね、今までミュージックだったのを歌に変えるということですね。わかりました。じゃあ、歌が止まったらで、ライオン、いいですか皆さん、ライオン君が歌ってる間、はい、卵を回せばいいですね。わかりました。じゃあ、せっかくですからね、はい、お願いします。歌いましょう、僕が。はい、お願いします。じゃあ、いきますよ。はい、いきます。ライオンさん、はい、歌の方お願いします。はい、いきます。止まったよ。止まった、はい、さあ、そしたらね、数字を覚えて、いきましょう。数字のところに行ってください。数字のところに歌い出したら飛行機が後ろから来る。いいですね、うん、みんな大体あの歌あそこで終わるからね、はい、あれよりないからね。そうなんですよ。
アラジンで次行こうかな。アラジンで行きましょうかね、はい、じゃあ次もじゃライオン君。わかりました。ちょっとじゃあ円を小さくしましょうか。そうですね、少し隣の人と 届くようにね。はい、はい、隣の人もね、いますよ。隣の人と届くようにしよう。大丈夫？すごい。ゲーオケそこら辺でいいよ。卵持ってますか。芸人さんとアスリートが追い込み量かけられてるみたいになってますけどねどんどん狭くなって行きましょう。お願いします。はい、行きます。じゃあ音楽スタート。素敵すぎて信じられない、きらめく星はダイヤモンドね、アホには初めての世界さ。止まったよ、止まったよ、ね、まさかここで止まるとは。ここでしたね、ここででした。はい、じゃあ数字を覚えて皆さんね。大丈夫ですか、皆さん。数字のところ移動してください。数字のところ行ってください。ちょっとエッグを、エッグをね、エッグをね、少し今減らしますよ。はい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 、皆さんね。ライオン君、はい、例えばほら、はい、アナと雪の女王みたいな。わかりました。アイロとかあったりします。はい、アナと雪の女王もいます。やっぱりはい、ナーシゴンニャーって言われてもちょっとピントこない人いるんで、わかりやすいやつでやっていただけたら、はい、大丈夫かな。ちょっと待ってくださいね、今ね、卵のね、数見てますんでね。 OK ですか。はい、なるほど。玉二つ持っちゃった場合はその隣の人に一個渡しましょうかね。はい、なんとなくね。今ね、ちょっと玉減らしたりしてるんでね、ごめんね。はい、行きましょうか。オッケー。はい、お願いします。玉では、はい、歌います。はい、行きます。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分止まった。最後まで聞きたかったけど ね、 そうですね。もうちょっと聞きたかったのにな。さあ番号がね決まった人、はい、どうしたの、どうした。そんなあ、じゃあじゃあ、ね、ここ卵集まっちゃう。じゃあ適当に、適当にいいよめちゃくちゃ落ちまうんだよねでもね、それダメだ、持ってるやつじゃないと。そうでもダメダメダメ、それごちゃごちゃになっちゃうから。でも、ね、今持ってるやつでやって、持ってるのでいこう。私も6番とかやめてマジ注意ね、うん、でもね、人数の調整とかもちろんあるけどね、一旦ちゃんとね番号でいこうね、うん、はいはいはい。そう、もうでもだいぶ決まってきたかな、だいぶ決まってきたかな。まだ We are the world なんていけるんですか。We are the world、ウィアザワールド、ウィアザワールド、やっぱ父兄の皆さんもいるんで、ちょっとシンディローパー世代の方がいっぱいいるんで、ちょっとぜひ。え、終了？あ、ライオンさん、はい、今大丈夫です。あ、みんなもう OK、 チームそこで決まったのね。終了、突然の終了でございますいい、ウィアザワールド聞きたかったですか。じゃあちょっといいですか。はい、それ違いますよ。これ、はい、We are the champion の方ですね。入れ、このすみません、やめてください。入れ、すみません。We are the world もあっちでしょう。We are the world。あ、じゃあそうするからチャンピオンになってる。さあ以上でボンバーエク終了でございます。はいはい、ちょっとね、お友達とね同じチームになれなかった子もいるとは思いますけど ね、 ごめんなさいね、はい、本当にこれはちょっと考えてくださいね。はい、このね番号で一応ね、チームの、チームメイトが決まったということになります、はい、ね、まあ、でちょっとね人数の調整などもあるので、もしかすると若干移動してもらったりなんていうのもありますけども、はい、ちょっとねスタッフさんが今ちょっと人数確認してくれてます。すいませんね、ごめんなさいね。はいはいはい、さあじゃあ人数の方でちょっと確認しましょうね。ちょっと人数確認してますね、すいませんね。で、ハチマキをね、自分のチームの色のハチマキ持ってくださいね。大丈夫かな。
さあ、それでは今ちょっと人数調整をしております。